ルーク・ニューベリーは2013年から BBC3 で放映されたドラマゾンビ・アット・ホームで主人公キーレン・ウォーカーを演じたイギリスの俳優ルーク・ニューベリーは7歳の時初めてエージェントと契約し11歳でミュージカルザ・シークレット・ガーデンでコリン・クレイブンの役を演じた2002年ザ・ハート・オブ・メでヘレナ・ボナム・カーターと共演した2010年 映画、ハリー・ポッターと死の秘宝で、テディ・ルーピンを演じたが、最終的に出演シーンは、カットされた。2012年、A、BBC のドラマ、シャーロック、ベルグレービアの集文に若い警官の役として登場。映画だけでなく、演劇、ソポクレス、アンティゴネで、ハイモンを演じた。2013年、BBC3 超自然ドラマ、ゾンビやっとホームで主演した。 2014年にノバフタ TV アワードの最優秀主演男優としてノミネートされた。同じ年に同局でシリーズ2が放送された。ニューベリーはデボン州エクセターで生まれました。彼は映画制作、ファインアート、英語文学をエクセター大学で学び、大学のハムレットの公演で主演を果たした。18歳の時、演技の勉強のためブリストルオールドビッグ劇場の 学校に行き、2011年卒業した。彼にはダンサーである二人の姉がいます。彼は、ヘファーシュのフェミニズム運動の支持者。ありがとうございます。